阿久津くんのことがずっと聞きたくねえよ。え、喋ったらキスできないだろう。楽しそうね。貴様は絶対海には行かせない。何するんですか。乳首をかく。いや、恥ずかしい女。私も着るから恥ずかしくないぞ。な、よしこ。王様誰だ。私だ。4番一番をはたく。カリケンの番から。なんで俺ばっかり。5番4番にキス。はい。おい、何パンツに手かけてんだよ。下手。4番目標のポーズ。そして2番。私1番とエッチ。できるか。せーの。おお、成功。わあ、すげえ。せーの。よっ。どうかしました。口に濁。お、いたいた。何やってんだお前。北原、お前もここへ導かれたのか。いや、お前を探してただけだ。北原、お前まさかこのアニメを知らない。これしかサイズないなら試着は無理だな。着心地いいと思う。ただジッパーがないタイプだから好みが分かれるかな。たかが汗拭きを渡すだけだろ。さっさと行ってこいって。ついでに自分の気持ちも打ち明けちまえや。おお、片付けない。滝に打たれたのは久々だったが、やはり身も心も引き締まるな。刺すよ。待て、落ち着け。どうしたビビ。よー、ウィズ、遊びに来たぞ。カズマさん、それに皆さんもいらっしゃいませ。今見たよね。なんで無視するの。我が自称ライバル、ユンユンではないですか。自称って言わないでよ。おや、違いましたか。違うから、ちゃんとライバルだから。マイクがないからもう訂正できないわ。人間のくせに悪魔に逆らおうなんて。自分から行きましたか。違うよ。なんだろう、この収まりの良さと安心感は。探し求めていた安住の地を見つけた気分だ。男心も女心も全て分かる魔性の女といったところか。だって私半分は男ですもの。今なんて。早く白長倒せよな。簡単に言うな。どや。うわっ、しゃあなしだな。確か呪文はノマブよ。おし、明日は土下だ。みーちゃん、デーリブだ。傘持ってないよ。彼氏に車で迎えに来てもらおう。エリカを送るのは俺の役目だから。え、佐田京也くんは私の自慢の彼氏なの。おい、濡れてんだろ。もっとこっち傾けろ。お言葉ですけど、私の方もギリギリなんだけど。ああそう、いいんだけどね。俺は別に彼氏役降りても。すみません。まずい、いらん。やっぱりいいやって。ケイコには感謝している。だが一緒にいたいとか全く意味がわからん。そしてケーキも全くいらん。以上。
さらばだ。それは普通男子隊員が多いから女子高生がこう。まさか誘惑しろって言うんじゃないだろうな。まあ白瀬ちゃん美人だからな。私はないない。あ、うん、そうか。じゃあ日向ちゃんやってよ。足だ、生足よ。パンツだもん。イラ、何やってんだよ。正直そのドレス似合ってないぞ。セキュリティは一体何を。押しただけだ。行けよ。サンキュー。せっかくここまで頑張ってきたのに全部捨てちまうのかよ。簡単に言わないで。お前やっぱり強えじゃん。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日もこいつらの誘導ご苦労。はい、というわけで木下さん、ありがとう。この声は久保くん？君のおかげで勇気が出たよ。別に気にしなくてもいいわよ。まさか木下さんも同性の恋愛に興味があったとはね。あら、秀吉、どうかしたの？姉上、ちょっとよろしいかの。ちょっと、秀吉、姉。日本語で接吻ですね。お前はそうやって微妙に事実をねじ曲げ、服着ろって言っただろ。着てるでしょ。それともこの体に興味があるのかしら。いいのよ、五道さえその気なら。落ち着け、これは罠だ。心を無に、そう無に。でもその前に少しだけ今日は実験です。二人で買い物、終わっても日が沈むまで帰宅禁止。マッチーの体は私が責任を持って見ておきます。じゃあ行ってらっしゃい。なんかそわそわしてる。なんかジェスチャーしてる。こーくわっ。あああ、怒ってる怒ってる。ゴーゴーだよね、こんな場所だもんね。おいおい、だからお前ら童貞なんだよ。お前はイケメン。やっぱ原初から続く求愛の証である剣を追っ立てて抱きつくっきゃねえだろう。わお。リビドーを行動原理にすること自体否定しないさ。だがしかし、肉欲を満たす前にレイディーに対してすることがあるだろう。ルガー、おはよう。3年になってやっと同じクラスだね。うん、そうだな。一緒に帰ろうよ、ルガー。ちょっと参考書買って帰らなきゃいけないんだ。でも確かに出遅れてる分頑張らないと。私の成績じゃ大学に行けないし。ああ、ルガーはバカだもんね。うわあ、来るな神崎智よ。うん、安藤君、幼女を脅して泣かせる趣味があるとは知りませんでした。お目覚め。何してるんですか。膝枕。そうじゃなくて。いいからいいから。ちょっと。じゃあね、西方君、また明日。今だ。うん、また明日、高木。3。呼び捨てにしてもいいよ。ほらほら、言ってみてよ。あれ、顔赤いよ。いや、別に。壁が邪魔で青っちがどこかわかんない。今
今回皆さんにプレイしていただくタイトルはフェアリーズストーリー3です。ふんふんふん、知ってます。なぜならアオッチから聞いていたから。さくらさん、先ほどから落ち着かないようですね。あなたもしかして他社からのスパイだったりして。ただの罪